はい、どうもこんにちは、ジです。ということで今日はですね、中日の小笠原投手を使っていこうと思います。現実はですねゼロなんですが、僕は超1から超4の選手をなるべく作らないようにしていて、超5とか極みで継承するのは問題ないんですが、超1から超4で継承するとですね、現実回数が増えないんで、その分現実の素材がですね余分に1枚必要になっちゃうんですよ。はい、で球種なんですが、この後練習戦で見ていこうかなと思うんですが、徳野がですねキレ、タイピンチ、尻上がりで全部発動するとこんな感じで打者の能力を下げることができます。じゃあ球種見ていきますか。ストレートとツーシームがですね逆に曲がるんで、ストレートが右に曲がってツーシームが左に、曲がるんで、まあ例えばこういうストライクゾーンの出し入れができるような感じになっています。まあ変化量がそんなにないんで、コントロールが決まらないと打たれることもあるのかなと思うんですが、とりあえずこういう使い分けができますと。あとはサークルチェンジの変化量がこんな感じで、スラーブがこんな感じの、ドロップカーブがこんな感じですね。配球に関してはですねガンガンアウトコース攻めていこうかなと思っていて、まあツーシームストレートの内訳っていうか、ボールの回転の見極めプラス、こういう変化球のアウトコースのタイミングを合わせて打たないといけないんで、結構僕の中だと配球はしやすいのかなとは、まだ分かんないですけど、そんな感じで思っています。一応変化量もですねこんな感じで3段階に分かれるんですが、まあ投げるとしたら真ん中ら辺で投げ分けるような感じだと思います。後取りの音声となるんですが、これがですね通常時とタイピンチの、変化量の違いですね。でこれがですね小笠原投手と、同じ中日の福投手の、変化量の違いなんですが、小笠原投手がタイピンチ発動して、でようやく福投手の通常時と同じストレートツーシームの変化量になるんですよね。で画像だとですね本当に少しの違いなんですが、まあ、先に言っておくと小笠原投手結構厳しかったんですよ。その軸になるストレートツーシームでなかなか打ち取ることがイメージができなくて、でそうなるとその軸がなくなって、サークルチェンジ、ドロップカーブ、あとはスラーブか、その3球種で、どうにかするっていうのが結構厳しい感じでした。で逆にですね福投手って、まあ、結構強いって言われてるじゃないですか。なんで、まあ、そこの違いがですねこのツーシームストレートの、変化量の違いが結構出たんじゃないかなと思っております。一応そんな感じでこの後の試合もですね見ていただければなと思います。ガチオーダーではないかなっていう感じなんですけど、行きましょう。ギータか、まあいいや、アウトコースでまずはちょっとね外しまくってみようかなと、こんな感じで、いやでも一回ツーシーム見せるか、入りますよみたいな感じで投げておいて、あ打たれてしまった。コントロールなんよな、問題はそこですね。ってことはもうあれが打てるってことは、こんな感じでツーシーム外しまくって入っちゃう。これ福投手とかだったらどんな感じで動くんでしたっけ。やばいなこれ、意外とどうなんだろう。あのねガチャの動画ではシリーズ1最強レベルじゃねみたいな話したんすけど、きついか。いやギータマジで、まあいいや、しゃあない。さあタイピンチ、そうだすいません、練習戦でタイピンチの映像をね見せるの忘れました。ストレートだし、間違えた、ツーシーム投げようと思ったのに。これね変化量も少し上がってるはずなんですよね、間違えて投げりゃ大丈夫だと思うんすよ。いよいよ、あ上がってますね変化量、悪くない。ひたすらにねこんな感じで投げつつ、打たれちゃった、でも引っ張ってくれたら OK、 ナイス田口さん。うん、あんな感じで引っ張ってくれたらいいんですけど、まあタイピンで、まあ、サークルチェンジとかちょっと使ってみます。こういうのもねなかなか流すの難しいんですよ。すげえとこ行ったけど、うん、ツーアウト。あのサークルチェンジ系はねマジで投げた方がいいっすよ。僕のイメージなんですけど、配球上手い方がマジで使うボールがサークルチェンジなんですよね。あとはインコースのこういうボールですね、タイピンが出たらこういうのもありだと思う。危ない。でストレート、まあ結構ねインコースアウトコース散らしていく感じでいいのかなと思います。はい、こんな感じでねバラバラにやっちゃえばツーシームストレートマジで見えないんで、あーボールか、惜しい。でもう一球同じボール、スラブドロップカーブもあるからね。よし打ってくれた、ナイス。今のがですね僕がこうイメージしてた抑え方の、まあ、理想系かなっていう感じです。これ2回裏もちょっと投げたいな。あーナイスブーマー。意外とねでもちょっとねストレートツーシームの変化量が少なすぎて
ね、あんまり通用しないかもしれないな、当初の予想よりもっていう感じでした、うん、今のストレートうまい、打たれてから2球連続でっていう感じで、あと抑えることに集中したいところです、ね、下見がった、ナイスナイスナイス、アウトアウトじゃないんだ、えなんでこんな調子落としてるんだろうな、うん、いやしばらく本当ねアウトコースのタイミングがね全然合ってないんですよね、そこだけ、おっしゃー、めっちゃファール、タイミングわからんことなっとるわこれ、全然わかんないもん、およしよしよし、今度こそ打ち直し、ナイスフォークですね今のは、あえちょっと待って、お願いお願いだから戻ってきて、さあ次はですねルーム戦でやっていこうと思います、でお相手の方にもですね小笠原投手使ってもらってます、いやーちょっと改めてやってみますか、まだね、配球の確率が全然僕の中でできてないんで、何が強いのかなっていう感じなんですよね、まあとりあえずもう一回こういう攻め方してみようと思う、でインコース入れてみるのもありなのかな、いやー最近ね千賀投手とかだとねアウトコースのフォークとかひたすら投げたりしてすげえいい配球がね見つけてあるんですけど、小笠原投手に関してはね、おおすごい、いやお相手の方はこれね5割超えなんで結構ね普通にめちゃめちゃうまいんですよ、ね、スラブもちょっと入れてみるとベストピッチ、狙われっかな、狙われるアップね、いいナイス、あてかダルさんの看板が出てる、かっこいい、すごい、ボール球ギリギリで、もうほんとねアウトロー超ギリギリ攻めてやってみますか、うん、こういう感じで、あーベースピーじゃない、どうだ入っちゃう、うん、今のは打つわな、結局ね変化量が少ないんでこういうね線の上で勝負しないといけなくなっちゃうんですよね、そこが何とも言えない、うんよ、でドロップカーブをここに落としてみて、これもねタイミング合わせるの難しいっすよ、流すにはちょっとずれたか、サークルチェンジを落とさないやつ、いいよ打ち上げてくれる、わーた綺麗に当たっちゃったか今の、あ悪くなかったんですけどね、で山川さんが来ましたと、ほうほう極み強そう、ガンガン外していきますよ、あ、いいんじゃない、あーでもな、なんでこれみんな見えるんだろう、僕あれ振っちゃうんだけどな、あーであとこういうやつっすね、左ピッチャーなんで、まあダルさんのスラーブみたいな感じの使い分けですかね、はい、でストレートがちょっと怖いんですけど、そのスラーブを使うんであればここのストレートも一応配球としては正解かなとは思います、はい、ナイスツーアウト、まあ、今のはフェード合わせるって感じで、ダルさんのスラーブもまあ曲げるじゃないですか真ん中から、そこに真ん中にストレートとか投げるとね結構強いんで、それと同じ感覚です、はい、サークルチェンジと、あー抑えたぞ1点で5割超えの方、なるほどな、あまあ球速遅いのもうまく使っていくしかないかな、サークルチェンジとか、いやでもちょっとね確立しなさすぎて配球を、まあ、納得はできてないっすね全然、はい、まあ、とりあえず打つ方の目線でどういう感じかと、はい、これね僕すっごい苦手なんですよねこの内訳、うわストレートかでもね今の外すストレートじゃないですか多分、これが3球目、あ意外と見えるかこれ、はい、ちょっと真剣に打ちに行こうと思います、通信と、はいはい、でスラーブとかアウトコースから入れてきそうな感じはねすごいする、えっそこに通信か、意外と手が出なかったっすね、なるほど、さあこれで決まるのか、ストレート、あれ早かった、ああやばいな、いやさっきのランク戦もねインコース全部ファウルになっちゃってて早く振りすぎてるんですよね、ツーシームいいんじゃないか、見えるな、あれ小笠原投手ガチャの時最強って話したけど、あストレート、いやもう左右にファウルしか飛んでかね、どうしよう、ツーシームいいよ、あー飛ばんかったか、これはちょっとね最強投手はすみません言い過ぎたかもしれない、ボルシンガーがねちょっと強すぎて僕の頭の中でツーシームストレート系のね打ち分けじゃない投げ分けができる投手ってすごい強いイメージがあったんですけど、そう今のもそうなんですけど全部ファウルになっちゃうんでタイミング合わせようとしてセンターフライになっちゃうんですよ、それでね打率今5割台まで落としてるって感じなんで、合わせないで打ちに行く、よしいいんじゃない、
今みたいな感じで、もうねタイミング合わせちゃダメっすね、いつも言ってるけど、自分で言っててねそれやっちゃうからすごいダメ、直します。それはおー、サークルチェンジ見ちゃうんだよな、急に来ると。それとよく見ましたね、はいはい、コントロールはちなみに、はい、制球59と、今のも狙えちゃうな多分、見えた今の完全に、あツーシーム、あーあら、これ僕が打てるってことは本当にみんな打てちゃうかもしんない、だって苦手なんすよ本当は。そうか、さっきのチェンジ、あースリーアウト。これはね小笠原投手の配球これが強いみたいな感じであればね、マジでコメントで教えてください。ちょっとね使い切れてない感がすごいあるんで、いやアウトコースだな、逃げるやついいんじゃない、ベストピッチ、よしよし、あー抜けるか、うわーサークルチェンジどう使えば強いかな、シンカーみたいな感じがやっぱいいか、こんな感じで模索するしかないっすね。あーいいねいいね、今のも多分下に落ちるのかなと思ってミスったって感じかな、トノサキさんに変えた浅村選手と、はい、ドロップカーブアウトコースを5に入れます。まずはね初球、うわー振ってきたか、ツーアウト、結局アウトコースなんだよな本当に。一応本当にね、あの5割超えなんで、お相手の方は抑えてる方ですよ。甘く入った、逆にこれは変なことをしない方がいいかもしんねえな、こんな感じでツーシームストレート、残りはでも変化量少ねえしな、迷いますね本当に。あ、逃げるスラーブなんていいじゃないですか、こういうスラーブちょっとねコントロールがあれでしたけども、じゃあサークルチェンジでこれ引っ張ってもらって、ライトフライどうでしょう、よしよしよし、悪くなかったですね、悪くなかったですけど、ちょっともうちょっとね使ってみて配球確立していこうと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか、ちょっと消化不良な感じが拭えなくて、最強投手というのは、まあプロスピの話で言うとちょっと申し訳ないんですけど、最強投手はちょっと言い過ぎたかなと思いました。なんですけど、まあ試合中に話した通り、こういう配球したら強いよっていうのがあれば、まあぜひ皆さんコメントくださればなと思います。よろしくお願いします。ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価も皆さんよろしくお願いします。ということでありがとうございました。